みんなこんにちは。今日はひまりちゃんの家で映画君の名はを見ていたよ。いやー、映画面白かったね。やっぱり君の名は何回見ても最高ですね。体が入れ替わるなんてすごいよね。ああ、私たちも体が入れ替わったりしないかな。あ、ひらめいた。何がですか？ひまりちゃん、ちょっとそこに立って。動いちゃダメだよ。ここに？こうですか？よーし、じゃあ行くよ。なんだか悪い予感が。はい、ステップ。いやー、いてててててて、いちかちゃん何するんですか。ごめんごめん、ほらよくテレビとかであるじゃん、ぶつかった人同士が入れ替わったりしてさ。確かにありますけど、そんな簡単に入れ替わったりするわけないじゃないですか。で、入れ替わってる。やったー、大成功。でも体が入れ替わったというより服が入れ替わっただけのような。でも私、いちかちゃんのキュアホイップの格好になってます。すっごくかわいい。私もひまりんの格好をしてみたかったんだ。わー、ひまりんのカスタードすっごくかわいいよ。楽しいね。楽しいです。いいこと聞いちゃった。ハヒフヘホー。そうか、そうやって入れ替わることができるのか。俺様も誰かと入れ替わってみたいぜ。誰かいないかな。お、あれはキュアマカロンだな。よし、ハヒフヘホー。キャー、いてててててて、何を一体。ギャー、私の美しい体が紫と黒のセンスの悪い服に変わっているわ。何よこれ。どうやらうまくいったらしいな。ハヒフヘホー。そのおかしな笑い方、バイキンマンね。キュアマカロン、お前の体ちょっと変えていくぜ。バイバイキン。ちょっと待ちなさい。ちょっとゆかりさん、どうしたの。ゆかりさん、どうしたんですか。その変な色の体はバイキンマンの仕業よ。バイキンマンは私の体でどこかに逃げてしまったの。追いかけたいんだけど、この体ふにゃふにゃでちっとも動けないの。そうなの。そういうことだったら私たちがバイキンマンを追いかけます。頼んだわよ。はあはあはあ、はあひふへほー。俺がプリキュアたちに捕まるわけないじゃないか。みんな楽しかっただろう。続きは次の動画だよ。今日の動画が楽しいと思ったらチャンネル登録とグッドマーク、それとコメントもよろしく頼むよ。じゃあまた見てね。バイバイキーン。